ウウォールオブサウンドって何フィル・スペクターの録音手法に迫る。<music> ということで、えー、今日はですは、ね、番組本編の特集テーマがオールディーズでございますで、このオールディーズって何かっていうと、うんまあ、超ざっくり言えばその言葉通りなんですが、古い音楽っていう意味ですね。 ただまあ一口に古い音楽って言ってもですよ古けりゃ何でもいいというわけではなくてまあそもそもレコード産業っていうのが生まれたのが戦後になってからなんでほとんどねあので特にロックポップスというか若者の音楽文化っていうのがこう花開いて以降っていうのはその花開いて以降のタイムラインにおける古い音楽。 ということになるとあ、はいまあ、大体1950年代頃のロックンロールとかポップソングを指すケースが非常に多いというような認識で<ー>、まあ、ほぼ間違いないいななかと思います、はい、でこの音楽コラムでももう何とか取り上げてきましたけどもエルビス・プレスリーだとかねあるいは黒人のコーラススタイルであるドゥアップとか、うん、そのあたりの時代に生み出されたポップミュージックの総称。 をオールディーズっていうというふうに思っていただければ、まあだいたい合ってると思います。<ー>ただ何をもってオールディーズと定義するかっていうのはね、これまだ結構人それぞれ意見が分かれるところなんですよ。おうおうこのアーティストはオールディーズに入れるのおかしくないとか、ううん、これはまあ確かに50年代だけどオールディーズっていうとなんか違うんだよなみたいなの人によって結構意見があって。 なのあこの後の特集コーナーではまずはゲストの音楽ジャーナリスト高橋芳明さんとま,あまず殴り合いの喧嘩をして番組としてのこのオールディーズの定義を決めていきたいと思いますけれどもただね一般的にオールディーズっていう言葉を聞いた時にこういう雰囲気の曲を思い浮かべる人は多いんじゃないかなと思いますザ・クリスタルズのダ「ダドゥロンロン」という曲なんですねでこれ エルビス・プレスリーなんかのロカビリー系のロックンロールともまあ違うし、うん、かといってリズムブルースとかドゥアップとも違うなんかこうドリーミーで、うん、ドリーミーでかつなんか独特の勢いっていうかエネルギーみたいなのがあると思いません確かにでうん、うん、この曲ねあの一般的にはウォール・オブ・サウンドって呼ばれる ジャンルに属するもので、はい、ウォール・オブ・サウンドってまあつまり音の壁っていう意味ですけど、はい、これねフィル・スペクターっていうプロデューサー、はい、音楽プロデューサーが生み出した独自のねサウンドスタイルなんですよ。 これだけで1ジャンルとも言えるくらい後々の音楽シーンに影響を与えたサウンドで例えばレコード屋さんによっては「ウォール・オブ・サウンド」とか「フィル・スペクター」関連なんていうそれだけでワンコーナーあるくらいのかっこたる人ジャンルになってますねで何がそういうふうに他のいわゆるロックとかポップスとこう。 分けられてるのか明確に区別されてるのかっていうその謎に迫りたいと思うんですが、うん、まずはこのスタイルを作り上げたそのレコードプロデューサーフィルスペクターとといいいう人の説明からいきたいと思います,、はい、いますこの人はですねビートルズとかビーチボーイズのメンバーの人たちとうん、うん、ほぼ同世代でちょっと年上くらい1939年生まれの人なんですけど、はい、10代の頃ね自分のバンドで出した自主制作のレコードが 結構なヒットをしましまて、うん、かなり早い段階からその才能を発揮していた人なんですけど自分で演奏したり曲作ったりするよりも、うん、もう俺はプロデューサーになりたいんだって言って、うん、途中からバンド活動はもうきっぱりやめまして音楽プロデューサーに転身しちゃうんですよ。<ー>でプロデューサーとしても着実にヒットを重ねて、はい、ついには自分のレコード会社を立ち上げます、はい、当時としては結構珍しいですこれ独立系の大手の なんていうか傘下に入ってないレコード会社<あ>自分でインディーのレーベル立ち上げちゃうっていうのは結構珍しいパターンでした。うん、でそのレコード会社から やっぱり多くのヒット曲を生み出して結構このサウンドで一世を風靡するんですけれどももう彼がねそのレコード会社完全に仕切ってますからもう先制君主制といいますか完全に彼が王様でもうやりたい放題というかねもう徹底的に自分の目指すサウンドを追求するんですねもう狂気を感じるくらいもう没頭するわけですその自分の目指すサウンド作りにでどういうやり方でじゃあ彼がその音楽を作ったかっていうと。 時代的には1960年代初頭なんですね、はい、50年代の終わりくらいからやってたかなプロデュース業は。でまあその時代っていうのはとにかくね一発撮りの時代です<ー>つまり今みたいにいろいろと後から楽器を重ね撮りするとかはい、はい、ここのパートだけ間違っちゃったからここだけ差し替えましょうとかちょっと音痴だったからこれ。 あの歌のピッチ直しましょうとかそんなテクノロジーは何にもない時代ですとにかく普通にバンドメンバーがスタジオに集まってせーので演奏して歌手もその場で歌ったものを一発で撮ってそれがそのままレコードになって発売されるみたいなイメージの時代ですねまさにファーストテイクそれがそのままレコードになるっていうね<ー>でもフィル・スペクターは普通にバンドの演奏を録音しただけでは 何かこう線が細いというか、うん、生で聴いてる時みたいな迫力が出ないな<ー>豪華さがなんか取っちゃうと、うん、細くなっちゃうんだよな地味になっちゃうんだよなってことを悩みましてそれでどうしたかというと、はい、例えばギタリストを1人じゃなくて4人雇う、はい、人ベーシストも1人じゃなくて2人雇う。 ドラマーも追加でもう一人呼んじゃおうキーボーディストも34人必要だなとか言ってどどんんんミュージシャンの数を増やしていったでですよ、はい、で普通まあも,もちろんねそういう大,大編成のアンサンブルってある普通にあることなんですけど、うん、もしミュージシャンの人数を増やしたんだったらそれぞれに違うフレーズを弾かせて アンサンブルに厚みを持たせようと考えるのが普通なんですよ、うん、確かに全く同じことをわざわざ二人三人で弾くのってバカみたいだし、うん、無駄だよそんなのって思っちゃうのが普通のロックポップス系のミュージシャンとかアレンジャーの発想なんですね、うん、ところがフィルスペクターは例えばギタリストを4人雇ったらその四人に全く同じことを弾かせるんですよ四、うん、人に、ま、お同じ楽器で同じことを弾かせるのはい、はい、で音楽用語でこれユニゾンって言いますけど、はい ギタリストとかベーシストとか複数人雇ってとにかくユニゾンさせたんですね、うん、それでどういう効果が得られたかっていうとやっぱり一つのフレーズをみんなで弾くからやっぱ音に厚みが出るんですよ<ー>迫力が出るっていうか音に塊感が出てくるというかはい、はい、でもねこれもうよくよく冷静に考えてみたら、うん、クラシックの世界では当たり前なんですよ確かにあの。オーケストラがまさにそうじゃないですか、うん 大きなオーケストラの編成になると例えば第一バイオリンだけで20人とかいることありますよつまり20人のバイオリニストが全く同じフレーズを弾くわけじゃないですか。うん、でさらに第二バイオリンっていうセクションがいてそれがまた18人とかいて、うん、また別のパートを18人が一斉に弾いて、うん、ビオラもチェロも同じくらいの人数がいてでコントラバス奏者が10人がかりでベースラインを同じベースラインをみんなで弾くみたいな。はい、これってククラシックの世界ではごくごく 普通のことなんですよね、うん、だからこそあのオーケストラの豊かなこうリッチなサウンドが生まれるわけなんですけど、うん、ただポップスとかロックバンドではやっぱりベーシストって普通1人だし、うん、ギタリストは2人いることも多いけどコード弾く人と旋律メロディーを弾く人とで役割分担されてることが多いんで 2>,、うん、2人で全く同じことを弾くっていうのはあんまりないんですね。うんうん でキーボードィストだって一つのバンドに複数いることはもちろんあります。ただその場合、一人がピアノの音を弾いて、もう一人がオルガンを弾くとか、そういう風に役割分担がとにかく、 ポッップスとかロックの世界ってでききててていいてパートにつき1人っていう割り振り振がまあ常識なんですねそんなポップスあるいはロックの世界にクラシックのオーケストラの発想を持ち込みましてじゃギタリスト4人呼んでユニゾンさせちゃえとかベーシスト2人雇って同じこと弾かせて低音を分厚くしちゃえってやり始めたのが。 フィーールスペクターという人だったんですね<ー>で実はね僕も今回このコラムの原稿を書いている途中であこれって要はオーケストラじゃんっていうことに気づいたんですけど、うんうん、でもこれさ優雅やしというか一つのパートを複数人で同じ楽器で同時に弾くっていう発想はポップスとかロックの世界では結構ね 意外とコロンブスの卵的なな発想なんですよ<ー>無駄を避けようとするし<ー>やっぱ重複を避けようとするし、うん、しかもこうまあちょっと生臭い話しますけどギタリスト1人じゃなくて4人雇うってなったら経費がそれだけで4倍になるわけでしょ。はい、で レコード産業っていうのは制作費を抑えて利益率を上げるっていうこれもレコードプロデューサーの大切な仕事の一つなんですよ予算管理っていうのもだからまあ普通は思いつかないわけですこんな方法思いついてもやろうとは思わないしそういう意味でフィル・スペクターは自分のレコード会社を早くから立ち上げて自分の会社だったから 好きにできたわけですねさらにフィル・スペクターはこうやってたくさんのミュージシャンに同じこと同時に弾かせて、うん、さらにストリングスとかホーンセクションも同じ部屋に詰め込んでですね、うん、割と狭いスタジオで録音してたんですよせーので。うんうん、でゴールドスターっていうロサンゼルスの有名なスタジオなんですけどそんなに大きなスタジオじゃない10メートル四方くらいのスタジオでそこに20人30人のミュージシャン詰め込んで演奏させたもんだから、うん、音がもう 壁に反射してグワングワンなわけそれを良しとしてそれを取るわけですね、はい、でしかもそのゴールドスタースタジオっていうのは素晴らしいエコーチェンバーがあってあ、うん、エコーチェンバーって何かっていうとエコリバーブ残響音ですねうん、うん、エコーを生み出すためにコンクリートとかレンガとかで作られた音を響かせるそれ専用の部屋でそこに 大人数でそうやってユニゾンしまくって撮った分厚い音をその部屋に送って、うん、でさらにそこでたっぷり響かせてそのエコー成分も付け足してレコードに仕上げたんですね。 そういうやり方で独創的なやり方でえ生まれたのが生み出されたのが「ウォール・オブ・サウンド」というこのサウンドなんですねなんか音の洪水を浴びせられてるような感じになるからこういうふうに呼ばれるようになったんだと思うんですけれども今日はそんな「ウォール・オブ・サウンド」の代表的な作品としてこの曲をお聴きいただきましょう数々のロックアーティストから引用されてますもう大定番の名曲ですがもちろんこれがすべての元ネタです。ザ・ロネッツで Be My Baby My